ベールに包まれたキリスト像とはジュゼッペ・サン・マルティーノによって制作された大遺跡の彫刻。ナポリのサンセベーロ聖堂で保存されている。1753年に制作されたこの彫刻は世界でも最高傑作の彫刻の一つともされる。アントニオ・カノーバはこのような傑作を作れるのであれば生涯の10年を喜んで差し出しても良いと評し作品の習得を試みた。 ベールに包まれたキリスト像の制作は彫刻家であったアントニオ、コンラディーニに依頼されたものであった。しかし間もなくしてアントニオが亡くなると、テラコッタの原型のみが作成された。制作は、ジュゼッペ・サン・マルティーノに引き継がれ、彫像と同じ石からなる、透き通った彫刻のベールで覆われた、我らの主イエス・キリストの死を表す。 偉大なまでのリアリズムで刻まれた大理石像へと高められた。サンマルティーノは張り付くようなベールで完全に覆われた、寝台の上に横たわるキリストの泣きの作品を制作した。ナポリの熟練の彫刻家は、彼の成功はベールを通した下から見える肉体やその、表情からキリストの受けた貼り付けの間の苦しみの描写にあると、した。最終的には、 彫像の足元にはこの芸術家自身の手により、彼の受けた、拷問具である茨の冠、杭に、いくつかの枷が掘られた。サンセベーロ聖堂での展示ライモンドディ・サングロ何世紀にもわたり、ベールの優れた描写について誰が、本当の慣習であるかについて、伝説を獲得することとなった。この伝説は、有名な科学者で、錬金術師のライモンドディ・サングロ公爵が、 彫刻家に服を大理石に変えてしまう方法を教えたというものであった。約三世紀にわたり、真実、聖堂に訪れた多くの訪問者は、ベールの彫刻に呆然とし、公爵が錬金術により、公爵が意図的に本物のベールを彫刻にかぶせ薬品処理により時間をかけて大理石に変化させたという大理石化を施した結果であると誤って信じることとなった。 実際には詳細な分析結果が残されており、作品は完全に大理石で生産されていることに疑いはなく、制作時に書かれたいくつかの文書によっても確認されている。ナポリ銀行の歴史的記録には、1752年12月16日付で公爵に署名されたサンマルティーノへの制作費支払いの受領証が保管されており、次のように記されている。 そして、あなたは前日の50ルカートを私に代わり、我らが、主の死の彫刻とまたそれを追う大理石のベールのために、素晴らしきジュゼッペ・サンマルティー絵と支払うように。ライモンド・ディ・サングロまた、ライモンド・ディ・サングロは別の手紙においても、ベールは、彫像と同じ石のブロックから作成されたと、記している。ありがとうございます。